これが家なの？本当だ。ああ、そういう意味でね。これが家なんだ。これだけ？これだけ？これだけ？これは心理スポットと言わないでね。まあ一応撮っておきますけど。ちょっと車載で七曲がり行きましょうか。うん。七曲りってどこですか？七曲り。ああ、なんですか？子供が。まあちょっと。この間ね、着きました。こんな感じ。本当だ、新しいですよね。あ、あそこにあるわ。あ、あった、あった、あった。民家何があるかね。ね、静かにして。水がすごいな。いないですね。いないっすよ。いる？いないんじゃないですか。あれは多分前だけですよ。中部屋が暗いですね。ちっちゃいライトで。一緒も暗くして。人気ないでしょ。ああ。で周り見えたら。一番雰囲気出して。外に降ったならそう。あ、でかいになりますね。一応入れとあるんだね。でかいっすね。裏は部屋があんだ。一応ね、何も入ってないと思うんですけどね。まあ、雰囲気はちょっとね、夜なのでありますけど、何も書いてない、何も書いてない。異例塔って書いてますな。ちょっとデジカム撮ってませんけど、一枚撮りますか、記念に。こんな感じね。ほとんど暮らしてますね。熱ですね。一人じゃないよ、一人じゃないよ。今日3人で。一人でも怖くないですよ。はい、チーズ。まあ、あんまりね、ありますので。どうぞお願いします、そのまま。はい。いいですか。いいじゃないですか。カメラいいから。うるせえ、お父さん3人です。3人ですね。はい、チーズ。こんな感じです。どうですか。ね。じゃあ、山上行きましょうか。行きましょうか。じゃあ、次のとこ行きます。
長いわね。ちょっと雰囲気だけ撮っていいですか。あ、ピントずれた。で、ここにあれついて。あ、スマホついて。スマホついて。あ、全然ダメじゃん。で、ここにビデオカメラ。今日配信してないですね。今日配信してないです。ドルさん。ん？ちょっと一回いいですか。弱めで。ピントがずれちゃう。あ、すげえ綺麗に撮れた。はい、じゃあ、皆さん、今日は避難所ですよ。ね、この場所を突っ込んでますね。じゃあ、慰霊碑でしたね。ワイセンター、オーブいっぱい撮りましたよ。ワイセンター、オーブいっぱい撮りましたよ。マジすげえ。あったぜ、一緒になりますよ。一緒に来てよ。お茶飲みながら。マジすか。ずっとどうにも乗ってたんですかね。完璧ワイセンターですよね。そうですね。いや、もうね、お茶飲んでね。明日それどころじゃない。明日からもうずっとスリッパカート帰る。マジですか。嘘です。やばいやばい。やばい。貸し切り。もう貸し切って。燃えますよね。ね、俺結構ね、負けすぎないですよ。面白いですよね。はい、じゃあ皆さん、慰霊碑でした。お疲れ様で。あれ、なんだあれ、あれ何、なんかありますよ。なんかありますね。水溜まってるけど。寒いよ。こっちが元の本当なんですよ。ああ。これが元の本物で。ああ。入れ碑ですね。入れ碑ですね。書いてますね。やばい。もう水溜りがすごいんだよ。デジカメ。デジカメ小さいですよね。あれ、チームさん放送してないですか。放送してないですか。あれ、なんで。いや、ここいいですよね、確かに。いいでしょうね。いけない。じゃあ行きますか。はい、じゃあ慰霊碑でした。お疲れ様でした。